どうもおはようございます、恋桜です。今日は日曜日ですね。26日11月、日曜日、今10時過ぎぐらいですかね。今日ね、北九州市西日本総合展示場でなんかイベントがあるみたいなんですよね。入場料は無料みたいなんですけど、北九州ポップカルチャーフェスティバル、なんかそんな名前のやつがあるみたいで、ちょっとね、昨日から会ってるみたいなんですけど、昨日と今日と2日間迷ってるんですよね。どうしよっかなとか思いながら、まあとりあえず今日のプランターって言ってもね、あんまり変わらんのやけど、そうまあとりあえず株、今回は株を中心的に見ようと思います。はい、これが小株。その前にね、ちょっと引こうか。ここにあのチンゲン菜があったんですよね。あれも取って食べました。あの取る時のあれを取ればよかったんやけど、コロッと忘れとって、あの2つ、なんつうんかな、2株植えとったんやけど、2株とも美味しくいただきました。なんかね、合うか合わんかわからんのやけど、スパゲティにスパゲティあるやろ、あの即席みたいな感じのフライパンで炒める、あれに入れて食べました。ちょっとね、味合うか合わんかわからんけど、でも別に美味しく食べれたのは食べれたんで、ちょっとね、あっさりであれです、すいません。で、これが小株のやつ。他にも育ててるんですけどね、他のはね、まだね、全然これからっていう感じなん で、水のやり方がちょっといろいろ動画見よって、ちょっと自分水やりすぎなんかなって最近思い出して、しなってなる、なんかなったかなと思ったらピーンとなったり、水をね、やってもやらんでも、だから表面は乾いとっても、多分あれやないですか、表面は乾いとっても中がまあまだ水がちょっと残っとるような状態なんかな。大根はもう相変わらず順調 で、これちょっと気になるのが、ちょっとこんなんなっとやろ、表面だけちょっと乾いて皮が少し剥け気味かなと思うんやけど、これ大丈夫よね別に。まあ株はこんな感じで、はい、これ見てください。これね、ちょっとわざとにちょっと残しとったんですよ。これね、チンゲン菜を植えとったポットのやつで、ポットの中のやつ、これに入れとったやつね、この白の。そしたらね、もうほら、毛細根がこんなに密集してました。この緑色のやつはネットね、あのなんつうのかな、底石ね、あれの代わりにあのネットを引いとったやつ、これもこうやってもしっかり巻いてしまって、すごい、こんなにね、根がね全体的に回っとったっていうことは、ある意味良かったんかな、ちゃんと根が張ってね。なんかね、動画で習ったんやけど、主根、側根、毛細根って、あの、三次的に、ね、根っこが張るみたいなんですよ。まあ、一次根っていうのが、まあ、いわゆる、あの、主根、最初のね、まあ、太いやつ、そこから側、その主根の側面に張るのが側根で、その側根の側面からまた生えるのが毛細根っていうらしいですよ。まあね、これはもうこんだけ入っとうから、まあこれちょっともう捨てるんですけどね、この後。あ、そんな感じで、この横にある、これは、聖護院株よね、これは。まあ、表面もね、乾いてきたしようけど、まだ水はいらんやろうなって思って、ちょっとこのままに、今日は水やりはしません。気温が低いからね、今ね、一時的にちょっと日陰になっとんやけど、あと15分ぐらいしたらまたすぐ日差しが出て、
1時ぐらいまで、1時過ぎぐらいまではね、また日が照るんで、うん、まあいい感じで今日は天気がいいんで育ってくれると思います。じゃあこの後はね、ちょっとゆっくり昼ぐらいまで考えながらどっか出かけるか考えてみます。そうだね、まあとりあえずこんなところで、ではチャンネル登録よろしくね。